アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第125回2017年10月4日頃配信予定号です中根です。 125度目まして、インフォアクシアの植木です。大田さんと伊原さんのインクルーシブ本の発売日程が11月4日に変更になったよ。山本泉です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。価格も変更になってますよね。はい、ということでなんかちょっと後ろに伸びたそうです。 はい。<す>まあなんか予告通りというかね。予告通り。<laughs> 想定内です。と <laughs> いうことで、10月4日なんですが、10月4日って結構いろんな記念日とか行事があるらしく、あの、世界動物の日っていうのがあったりとか、あと、それ、日本だと、えっ、ー、と、建設省が都市警官の日とか、 あと、あ<ー>日本証券業協会が、投資の日とか。ああ、なるほどね、投資ね。そうで、古書の日。はい、あと、いわしの日、いわし。あと、天使の日。ああ、天使ね。とかもあったり。で、ジューシーの日ないのジューシー。ないですね。ウィキペディアには載ってません。 フーチバージューシーの日。もうな, <laughs> ない。ない。で、その中でもう一つ、徒歩の日っていうのがあって、徒歩はい。あの、歩く。うん、歩く徒歩の日は、十、うん、と読んで、too f u r んえ ?too f u r too f u r の日で、 徒歩の日なんですって。はあ。ああ、なるほどね。なるほど、ね。徒歩。ありとあらゆる呂合わせがあるんだね、この日はね。すごいですね、ありますね。ということで、徒歩の日で歩く<ん>。ということで、中根さん、植木さん。あの、最近歩いたりとか、歩いていてなんかとか、歩くとこうなるとかっていう。 徒歩について、お願いします、中根さん。歩くとこうなる。<laughs> <laughs> えーっと、僕歩くの結構好きなんですよ。はい、えーでまあ。特にそのスマホというか GPS 系のアプリが充実し始めてから歩くのがますます趣味になったというか、もともとは結構ね、あの、とりあえず本当にもうあの足の向くまま気の向くままに歩いて、 適当な路地に入ってとかいろいろやって、で、そろそろ飽きてきたなと思ったら大通りを目指してひたすら歩いて、うん、で、えー、そっからなんか、えっ、ー、と、たまたま通ってるバスに乗ればど,どこかしらの駅に着くだろうみたいな、そういう散歩をしてたんですね。10年ぐらい前、15年ぐらい前とか。はい、最近はもう結構目的地を定めて、えー、っと、歩行者ナビとか使えば、 あの、ちゃんと、なんていうんですかね、行けるし、まあ、あの、目的地定めなくても周りに何があるかとか結構分かったりするので、昔に比べてやっぱりその散歩が楽しくなってきてるんですよね<ー>。はい。中根さんは iPhone でしたっけ ?iPhone ですね。ということは iOS に入っている地図いや、えっと、使うのはナビタイムが多いですね。<あ>ナビ、ナビ、ナビ系としては。あ、そうなんです。それはなんか、はい、なぜそのナビタイムを使う ことになったんですか。い,かいろいろと種類があると思うんですけど。あの住所が入れやすいんですよね。あの選択していけばずっと入って入るので。あ、確かにありますね。あの都道府県選んで区選んで町選んで町名選んで番地選んで号選んで,選んで,選んでここへ行くみたいな。お<ー>あの全部入力して検索するのはやっぱり面倒くさいんですよね。そうですね。 あります。あとでも、あと、えっ、ー、と、ラウンドマークでチョイスできたりとかも。ああ、まあまあそうですね。そういう、まあその辺の、だから細かい機能がね、いろいろあるんですけど、やっぱり結局、えー、っと、ピンポイントで狙っていく場合は住所で入れられるのが一番楽なんですよね。<ー>住,住所でいかに楽に入れる。あと、まあ電話番号でもいいですけど。ああ、電話番号。うん。なるほど。 ま電話番号は多分どの、えっと、Google マップも iOS のマップも対応してると思うんですけどね、ナビタイムもね、うん。まだそういうのを使ったり、あと、まあ、あの、ブラインドスクエアっていう、前に多分、クリッピングで紹介したことがあるかもしれないですけど、その、視覚障害者向けに作られた、えーと、ナビじゃないんですけどね、あの、周りに何があるよっていうのを教えてくれる、えやつとかを併用すると結構、その、こんなところにこんな店あったんだみたいなのが分かったりしてる人面白いですよね。おー、ありがとうございます。植木さん。 徒歩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 えっと、まあ、運動不足を解消するという意味で、えー、まあ、歩くと。はい。あえて歩くと。あえて歩くと。というのは、ちょいちょいやるんですけども、えー、つい先日、京都でセミナーをやりまして、 はいえー、その翌日ですね、まあ、東京に戻るまでちょっと時間があったので、えー、とキャリーケースを駅の荷物一時預かり所に預け。預け。ブラブラとですね、えー、ちょうど駅のすぐ近くに西本願寺と<ー>、えー、東本願寺っていう,こう大きな立派な、えー、建物のお寺が2つあるんで、 で、まあ、歩いていける距離なので、歩きながらブラブラと行ってですね、お堂、本堂の中に入って、畳の上に、ま、正座をして、軽く、瞑想などしたりしてですね。はい。で、まあ、えっ、ー、と、敷地の中をブラブラ歩いたり、あと結構やっぱ昔の建物ってこう段差があるんですけど、あの、ちゃんとこう、スロープが至るところに、 設置されていたり、あと、まあ、エレベーターとかリフトというか、まあえー、建物で言うと2階ぐらいの高さからまあ1階地上に上り降りする、まあ、エレベーター、リフトがちゃんとあったりとかですね。まあ、結構年配の方も多いですし、えーまあ、時には車椅子の方もいらっしゃいますし、まあ、いろんな人が訪れるということで、まあ、そんなところに アクセシビリティ的なものを感じたりしながら、ブラブラと歩いて、東京に帰って参りました。お帰りなさいただいまあ、でもやっぱり西本、そう、西本願寺がですか東本願寺も,も両方ですね。あ、ええー、そ、うん、もう、そう、お寺さんとかっていう、 いかんせん建物がふ歴史ありすぎて、こうね、歩きづらかったりとか段差って多いのに。そうそう。だから、もともとはもちろん階段とかしかなかったり、あとばこの段差をまたがないと部屋の中に入れなかったりって感じなんだけど、はい、あの、建物の外はちゃんとこう後付けでスロープ、緩やかなスロープがこう、 つけられていて。うん、で、建物の中の段差のところは、あの、飛び箱のはい。踏み台ジャンプ台おー、はい。飛び台なんていうのあれ。ビアニャンってやつ。ビアニャーンってやつ。ビアニャンってやつ。うん。<laughs> ああいうか、ああいう感じのやつがこう、設置されていて。はあ<ー>。で、まあ、あの、ゆり、緩やかにこう、出入りできるみたいな。うん そんな感じになってましたね。さすが、お布施がいっぱい入るところは、設備投資も、早くできるんですね。ね。<ー>あと、昔、昔の人は、あの段差で問題なかったのかなって思うんですけどね、なんか。あ、それはありますよね。でも、車椅子とかはなかったかもしれないんだけど、なんか。はい。 歩くのが困難な人とか、それなりにいらしたと思うんですが、問題はなかったのかなということもちょっと考えたり、考えなかったり、ラジバンダリな京都の昼下がりでした。ありがとうございます。あのー、私、歩くのに、あのー、 何を思ったか、ちょっと一駅歩こうっていうだけで何を思ったかちょっと気がついたら遠くまで歩いてしまったとかあったりするんですけど、それ以外でも普通に家から駅までとかも、歩いていると脳内がいろんなことをこう考え事とかなってしまって、歩きながら 一人言を言ったりすることが <laughs>、<laughs> 危険だなぁ。そう。で、それも、あのー、無意識なので、ここ歩いてたら、突然、突然というか、周りの人が振り返るみたいな <laughs>、私を見るみたいな場面を、よくよくそういう場面があって、なんでやと思っても、あ 私、今喋ってたとか言って。そりゃ、そりゃみんな振り返るわ。みたいな。いうことが、たまにあります。なんでしょうね。なんか、あ、そっかとか言ってしまうんですよ。ということは、とかっていうのを、なんかそういう、あの、接続詞みたいなやつを、が、無意識に、こう、 出てしまっているらしく。すごい。私もだから途中で、ということはって言ってる私を何なんこのということはっていうのをまたちょっと思ったりとかするんですけど。<laughs> で、あ、でもそれだけ思いあのったのが、前にネットかなんかテレビかなんかであったのが、あの、やっぱ歩くっていうのはすごく、あの、脳が動くから、あの、考え事とか、新しいアイディアっていうのは、 歩きながらの方が、あの、アイディアが出やすいっていうことだったりとか、あと、なんか、なんか脳内の成分が出るから、ちょっとイライラしたりとか、ちょっと怒りがうわーってなってる時っていうのは、30分ぐらい歩くと、クールダウンをしていくとかっていう、そういうのがあるんですって。なるほど。うん。なので、 みんな、いろいろしたら歩くといいよよはい、えー、では本題に入っていきたいと思いますけれども、今回は10月の1回目の配信ということで、毎月1回目はアクセルクリッピングに掲載した話題の中から、この3人が気になったものを取り上げるアクセルクリッピング披露読みをお送りしています。では、早速今回取り上げる話題をまとめて紹介してください。はい。 最近の音声解説はネタに走っているのしか思えないぐらい耳が離せない。総務省平成28年度の字幕放送等の実績。重要な割に意外に注目されることが少ない分野かも。視覚障害者向けの食地図。オープンストリートマップを使って自動生成するシステム。 おとんだけじゃなくておかんも使えるのかなベンチャーイノベーションおとんグラス体験会の3番です。はい、では早速最初の話題から行きましょう。はい。最近の音声解説をネタに走っているのしか思えないくらい耳が離せない。総務省平成28年度の字幕放送等の実績ということで、これは私が取り上げてみます。まあ、このアクセルで多分3年連続 私はなんか取り上げたりとか何かしらでやっているような気がするんですけれども、毎年総務省が、えー、テレビの字幕放送や、えー、解説放送のを使っている番組の割合を調査して発表するというのをやっています。で、まあ年々ちょっぴりずつ少しずつ増えているよっていう数値のものになります。ただ、 えー、字幕放送に関しては、結構 NHK とかが3点、前年比3.6ポイント。そして、えー、放送時間占める割合が84.4%という感じで、割と NHK は、ほとんどの番組でもう、文字放送、あの、字幕放送やっているというのがあります。で、えー、NHK 以外でも東京の在京機 5曲に関しても59.5%全体の割合を占めているので、まあ、半分以上、6割近くまでは字幕放送になってきているなっていうのも数値で分かってきます。で、えー、解説放送に関しても、は、まあ、解説放送はまだね、ほんのちょっぴりしか、やっぱり伸び率が少ないんですけれども、ほとんどの NHK 在京、あと在半、他にもいろんなローカル局に関してもそうなんですけども、解説放送も全体的に、えー、去年よりも、えー、1ポイント、まあ、0.1ポイントとかもありますが、えー、0ではない。ちょっぴりでも増えているというのがあるので、だんだん、まあ、いいなっていうのがあります。とはいえ、まあ、この数字の方もそうなんですけど、 確かに、私はメルマガとかでも解説放送のウォッチのレポートを出したりとかしていたりもしますが、体感的にも増えてはいるなっていう気がします。で、特に NHK と、あとドラマ枠、ドラマで解説放送が多いなっていう気もするんですけど、さっき今日のタイトルにもありましたけども、 特に NHK のドラマとかの解説放送が、解説が結構ネタに走ってんなっていうぐらい、あの、その、面白いんですよね。特に今の女上主直虎っていう大河ドラマの解説のところでも、実はツイッターで話題になるぐらい、解説放送がちょっと結構ニヤニヤしてしまう。 あ、そこ言うみたいな感じがあったりとか、あと、朝ドラのひよっこでも、えー、そこもツイッターで結構話題になっていて、結構このシーンで、何と言いますか、えー、解説放送っていうのはシーンの状況を言葉で伝えるんですけど、そこに身振り手振りの言い方であったりとか、あと、ポイント、